はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ4シーズン3、宝石堂のね、コンテンツ。私も、配信の中でね、いろいろと、触ってみたんですけども、残念ながらね、かなりバランスの悪いところが多かったんですけども、まあそれに関してね、公式の方から、パッチ 1.3.0a というね、最新のパッチの中で、修正を行う項目があると。いう発表がありましたので、ちょっとね、一緒に、見ていけたらなと思います。まだね、英語版しか、公開されてないんですけども、まあ、全てのプラットフォームで、行われるパッチと、いうことで、今回、マルファスの、残響ですね、の中の、バランス調整を行うという感じですね。まず、マルファスの、残響のレベルを85から100に、上昇させると。そして、マルファスの残響の、体力を、30%、増加させるというところと、あとですね、今回、まあ、この宝石堂と、マルファスのね、残響に、挑戦するための、アイテムとして、今まではね、誤報の真珠をね、消費してたんですけども、この代わりに、ここのね、部分、ピールオブ、ワーディングの仕様ではなくて、なんだっけな、この、グニアスコアってやつかなに、置き換えるという形になってるので、このね、イグニアスコアと。で、ワールドケア4の、ソン・オブ・メフィスから、ドロップするという感じな、マルファスの、あれですね、弟子からドロップするという形になってるので、なのでね、こちらのマルファスの残響についての、挑戦アイテムが少し、緩和されてくると。で、戦利品のアップデートということで、マルファスからのユニークストーンですね。ユニークの、石の、ドロップ率が 0.25% だったものが 0.5% に増加するということで、まあ、結構ね、このまあ、石、特にユニークのね、石のドロップ率かなり低めだなという印象だったんですけど、ここがね、上昇してくると。で、あと、ユニークストーンボスの後のチェストから 3% の確率で、ドロップするように、なるというところですね。さらに、マルファスの残響を倒すと、より多くのレジェンダリーアイテムを獲得できるようになりますと。さらにアイテムレベル925のアイテムがより頻繁にドロップするように、なると。ね、なので、マルファスの、残響からのドロップに関する、まあ、挑戦するのに必要な、素材を、追加するということと、あと、まあ、ドロップに関しても、ドロップ率を上げてくれるという形ですね。で、スペシャルなんで、これはあれですね、進化の部分ですね。ですけども、まず、制御石、または、調律石を、作成するには、レベルに関係なく、常に、200の、ストーンと、あれか、砕かれた石ですね。砕かれた石と、20の、鉄鉱石を、消費するという形に変わったみたいですね。レベルによって上がっちゃうんじゃないという感じですね。はい。で、最大レベルの、制御石や、調律石を見つけると、150から200の、シャッタードストーンが砕かれた石が、付与されるようになりますという形ですね。はい。そして、制御石や、調律石が、囁きを完了する報酬として獲得できるようになりましたということで、まあ、囁きからもね、石を集めることができるようになるという感じですね。で、マルファスの、子が、常に、2から3の、制御石と調整石をドロップするようになったというところですね。はい。テンシャルストーンキャッシュから獲得できる石が1から2に、上昇した、報酬の箱から、獲得できる、ね、石の数が、まあ、今まで1個だったのが、2個に、上がるというところですね。ここもまあかなり緩和されてくるという感じですね。
で、さらに、制御席 と、調律席の、経験値要件が緩和されて、レベリング経験に応じてより、自然に、ランクアップができるようになったというところですね。はい。ということで、まあ、結構ね、制御席、調律席ね、育てるのも、そもそもドロップする、量もね、少なめだったし、育てるのも大変という感じだったんですけど、かなりね、レベル上げの方も楽になってくるという感じですね。で、次に、防石道と、秘術の、振動の部分の、内部のね、メカニズムについても、修正が行われるという感じですね。はいはい。で、まずですね、ゾルタンクーレの、像で、最初にね、五方の真珠を使って、3回かな、ダメージを食らっても、いい、スタックを、貯めること、ゾルタンの五方をね、入れることができたんですけど、そこがね、3スタックから10スタックに増やされるというところで、よりね、クリアしやすいというか、最後の、宝箱を開けやすくなるという形に変更されるという感じですね。で、次に、ゾルタンの、五宝の、最大スタック数を、今300が上限なんですけど、999に増加させるというところですね。で、あとはそうですね、罠の部分もかなりね、当たり判定とか厳しい部分があったんですけども、ヘイドレス・オブ、メルファスの、なんだろうし、これ弟子かなは、レベル26から、レジェンダリーアイテムのドロップを保証し、15% の確率で2つのレジェンダリーアイテムをドロップするようになると。はい。で、あれですね。これちょっと1個読み飛ばしてましたけど、一度に複数の罠に当たった場合に、あれですね、ゾルタンの誤報のスタックを失うまでの猶予期間が1秒から 1.5 秒に、延長されたということですね。結構ね、この、特に、ダーツが連続して、飛んでくるような罠とかだと、なんていうのかな、一気にスタックが2個減っちゃったりとかっていうようなことが、3つ、減っちゃったりとかっていうことがあったわけなんですけども、ここがね、1.5 秒に伸びたことで、1つだけ、スタックを失われるだけで済むという形になるので、かなりね、ここら辺は、バランスが調整されて、クリアしやすくなるんじゃないかなという感じですね。で、すべてのオベリスクハザードからノックバックが削除されましたということで、ノックバックでね、また違うハザードに引っかかっちゃうっていうような、事故がね、起きてましたけども、そこの部分が、緩和されてくるという感じですね。はい、防石道の、クリアすると、宝箱が、出現するようになると。これらの、新しい宝箱は、レベル26以上から確実にレジェンダリーアイテムをドロップし、35% の確率で別の、レジェンダリーアイテムを、別のレジェンダリーアイテムをドロップしますということなんで、レベル26から1つ確実に落ちて、で、さらに、そこに追加で 35% の確率で、レジェンダリーがドロップするという形になったと。ですね。で、次、エレメンタルダーツのハザードからの発射速度が 20% 減少したということで、矢が出てくるね、罠の発射速度が 20% 減少すると。そして、床ベースのエレメンタルグレートと、スパイクハザードの攻撃判定が 15% 減少したということで、結構ね、この攻撃判定広めに、設定されてて、ちゃんと避けたはずなのに当たった扱いになってね、ゾルタンのね、誤報が減っちゃうみたいなことがあったんですけど、そこの部分が、範囲が、狭まってくれるので、クリアしやすくなるという感じですね。はい。そして、エレメンタル、ピラーの、スパートヒットボックスは 15%、減少しました。エレメンタルピラーの、判定範囲も 15% 減少するという形ですね。なので、かなりね、防石道そのものの、チャレンジと、その報酬が、変更されて、で、さらに、罠そのもののね、
バランスについても、調整が加わってくるという形みたいですね。で、次にですね、バグの修正というところで、プレイステーションのプレイヤーが、マップ上にゲートホールが、表示されない、不具合が、修正しましたということで、なんかね、私も、遭遇してたんですけど、プレイステーションだと、最初のね、宝石堂の拠点の部分の、マップが一切ね、真っ黒になってしまって表示されないみたいな問題があったんですけども、まあ、ここの部分に、修正が加わっているという感じですね。はい、ドラムザボルト。はいはいはい。ドラムザボルトクエスト中に特定の状況で火鉢を、操作できなかった不具合を修正した。バッキングサンダーホースの、装飾品がドルイドプレイヤーには見えない問題を修正した。そして、宝石堂の、床トラップのダメージ効果と視覚効果が同期していない問題を、修正したというところですね。そして、様々な安定性とパフォーマンスの向上が図られているというところですね。まあ、今回、まあ、バグ修正の部分もあるんですけども、まあ、宝石堂を中心にね、まあ、かなり、緩和が来てくれるという感じなので、まあ、パッチ当たったらね、まあ、実際の、プレイしてみた時のバランス感覚とかも含めてね、また動画で、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひね、そちらの、動画も参考にしていただけたらなと思います。まあ、今回ね、緊急のパッチという形で、対応が出てきたんですけども、まあね、ちょっとかなりね、今の、状況だと、シーズンのね、プレイストレスがかかる部分が大きいかなという気はしてたので、まあすごく、いいアップデートかなと思うんですけども、まあ今後もね、またちょっと、新しいアップデートがあったらご紹介していきたいと思いますので、ぜひ、高評価そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。